ノムソンの愛称で多くの野球ファンに愛される存在であった野村克也。今回はそんな野村克也の面白いエピソードを50個紹介していきます。幼少期は父親が戦死したことで母子家庭の貧乏暮らしであり、しょっちゅう引っ越しをしていた。借家住まいだったため家賃が上がるたび、より賃料の安い家を探さざるを得なかったことや、戦後の食糧難など非常に苦しかったらしい。小学校2年生の時には母親が子宮がんや直腸がんも発症してしまい、母子家庭の大黒柱が病に伏せた。後に野村は、母は苦労するためだけに生まれてきたような人だったと振り返り、母の苦労を考えると涙が止まらないと当時の野村少年に与えられた試練や現実を述べているとのこと。貧乏であることで小学生時代はよくいじめられた。ボロボロの服のこと、粗末な弁当のこと、そして父がいないことをからかい続けられた。教科書やカバンなど持ち物がなくなったり隠されたりすることも日常茶飯事であり、それが原因で不登校となってしまう。当然貧乏は嫌だ、絶対に金持ちになってやるという思いが日に日に大きくなっていった。そんな時に野球に出会い、野球をやっている間だけは現実の辛さを忘れることができた。しかしユニフォームを買う余裕もなく、一人だけランニングシャツでプレーをしたらしい。金銭的余裕が全くなかったので、プロ雑誌をもらってきてはプロ野球の大スターであった赤バッタの川上哲治、青バッタの大下博らの写真を見て学び、またバットも買えないため海水を一升瓶に詰めて持ち帰り素振りをしていたらしい。中学3年生の時に母からは、学業成績が優秀な兄を大学へやるから、お前は成績が悪いから中学を卒業したら就職しろと言われたことは、将来プロ野球選手になって母を楽にさせてあげたいと考えていたため大きなショックだったとのこと。それでも夢を諦めることはなく、兄の協力を得て峰山高校の工業科学科に進学した。峰山高校に進学すれば社会人野球の金棒の野球部に入るルートがあったからだったらしい。兄は野村の野球の才能を信じて高校へ進学させるために大学進学を断念して就職した。さらに野村が奨学金をもらえるように、同校の野球部長をしていた教員の清水義和に頼み込んでくれたこともあり、野村は高校に進学することができた模様。峰山高校の体育教師は、高校時代の野村を、あんな運動神経の発達した生徒はちょっといません、配球をやらせたって他の生徒とは群を抜いていますよ、あれなら水泳だって柔道だってこなすでしょうし、脚力取りにでもなれるかもしれませんと非常に高い評価をしている。この教師は日本ハムやオリックス、阪神で活躍をした糸井嘉男の祖父であったらしい。高校では甲子園出場を目指したものの、金棒へ就職という夢は叶わなかった。またプロ野球チームから注目されるような選手にはなれず、世間から見れば無名校の無名選手でしかなかったらしい。つけられた現実であったが、野村はもう貧乏はこりごりだという思いがますます強くなる。少しでも家計の足しになればという理由で新聞配達をしていたある日、たまたま巨人の入団テストの告知記事を見つけ受けることを決めたが、教員の清水からは難解のテスト受験を勧められることになり困惑したとのこと。実は教員の清水が野村のためにプロ各球団の監督に手当たり次第に推薦状を送っていた。その中で南海ホークスの鶴岡和人監督だけが返事をくれ、直接視察に来た際に野村がホームランを打ち高い評価をし、スカウトを通じて3年辛抱する気があるなら毎年秋に入団テストを実施するので、その時に彼をよこしてくださいと清水に伝えていたらしい。野村自身も南海ならば自分の実力とレギュラーキャッチャーの能力や年齢を比較し、試合に出るチャンスがあるとすれば広島か南海だなと以前から狙いをつけていた部分があったらしい。自らは大の巨人ファンでありながら、試合に出るにはどのチームがいいのかを冷静に判断していたのは頭が切れる部分と言えるかもしれない。南海のテスト事件を野球部の顧問にそれを伝えると、お前ならひょっとするかもと言われ、大阪行きの汽車賃まで負担してくれた模様。テストに合格する自信はさほどなかったそうだが、300人以上が受験した中で合格した。テストでは野村は遠投のテストの1投目に失敗し、合格ラインに届かなかったが、第2投の直前に隣にいたスタッフが、もっと前から投げろよと囁いたため、その通りに行って合格をしたらしい。後に囁いたスタッフは1年先輩でテスト生出身であった川内治だと知ったという。人間の縁、運はどこに転がっているのかわからないと、終生野村氏は感謝の気持ちを持ち続けていたとのこと。入団テストに合格した直後、食堂に呼ばれて仮契約を交わした。球団マネージャーから好きなものを食べてもいいぞと言われた野村は、カレーライスを3皿も平らげたという。後にあの時のカレーの美味しさは格別だったと語っていたらしい。
夢を叶えたのだが、すでに就職活動で金棒と国鉄から内定を得ていたこともあり、母と兄はプロ入りに反対した。特に兄は南海はベテランや有望な若手もいて、星の層が厚いので厳しいのではないかと心配したが、野村の決意は固く、清水もダメだったら私が責任を持って就職口を用意しますと取りなしたので、最終的には母も兄もプロ入りに同意した模様。1年目の6月に西鉄戦で代打として1軍戦初出場。この時は清水に手紙で、目がくらんでボールが見えませんでしたし、足がブルブル震えて立っていられないくらいでしたと書き送ったほどの極度の緊張状態で三振に終わったとのこと。2年目はウエスタンリーグで打率2位の成績を残したが、1軍での試合出場はなく、シーズンオフに球団事務所で職員から、国へ帰って百姓か土方でもやったらどうだと口頭で事実上の戦力外通告を受けたが、無給でも構いませんから残してくださいと必死に食い下がり、職員を根負けさせて残留を勝ち取ったらしい。球団は戦力外とみなしたが、現場は違った。南海在籍時に野村の入団テストの試験官を務めた笠原和夫は高橋ユニオンズに移籍して選手兼任監督になり、保守補強のため鶴岡に野村を譲ってほしいと頼んだが、あいつは将来やれるぞと言われて断られたようで、野村の才能はプロ野球界でも注目されるものであったとのこと。運命の3年目、春季キャンプを兼ねたハワイ遠征を実施するという計画が発表され、その際に2軍選手からブルペンキャッチャー要員を1名連れていくとなり、野村は春季キャンプで必死に練習して2軍首脳陣へ猛アピールし、その甲斐あって2軍からの推薦でハワイ遠征のメンバーに抜擢されたらしい。ハワイ遠征では野村にも試合出場の機会が回ってきて、野村は打撃でも好成績を残し、結局ハワイ遠征ではほとんどの試合で野村がマスクをかぶることになった。観光気分が抜けない一軍選手たちが制裁を欠く中で、生き残りに必死な野村のプレーと練習態度はスローから首脳陣にも好印象を与え、レギュラー出しまでいった模様。ところがそう簡単に物事は進まない。なんと遠征最終日の夜にマルコ・ヒロシと共にハワイに住む戸川の親類の家に招待されて、歓待を受けた際に門限を破ってしまい、鶴岡に貴様たちはハワイまで何をしに来たのかと一括されて殴られたとのこと。実力で南海の正捕手をつかみ取った野村は戦後初の三冠王を獲得するなど大活躍を見せる。4年目には鉄工所を営む家の娘とお見合い結婚をし、王貞治らから素晴らしい奥さんであるということをメディアを通じて発言されるなど、球界でも有名なおしどり夫婦であったらしい。1965年に恩師鶴岡監督が勇退し、新監督に影山が就任するものの、シーズン前に休止してしまう。野村は鶴岡栄養分が南海に戻ってくれんのなら、わしも野球はやめやと言い切って球団をまとめると、鶴岡邸に行き南海への復帰を懇願し説得し、復帰を快楽させたとのこと。選手として衰えも見えていない1969年、選手兼任監督に就任。本人は否定的な考えであったが、鶴岡や影山の後を継ぐのは野村しかいないという声に動かされ、本社と球団が全面的にバックアップすることを条件に受諾したらしい。監督と選手を兼任するプレイングマネージャーとして4番打者、捕手、監督の3つの重責を1人で担うことになった野村は、後年この時の年俸は選手監督分を合わせて1億円を超えていたと明かしており、大金持ちになった気分だったらしい。1975年オフには巨人から水面下で選手兼任ヘッドコーチとして移籍を打診されるが、実現しなかった。本人は幼少期からの巨人への憧れから打診を承諾したのだが、監督の長嶋茂雄が同意しなかったため、巨人野村克也は幻に終わったとのこと。1976年に阪神から江夏を獲得し、リリーフ転向を打診。江夏本人は拒んでいたが、野村はプロ野球に革命を起こそうと口説き、その言葉に心を動かされて転向することに同意した。江夏は革命と言われなかったらリリーフ転向は OK しなかったと思うと語っている模様。1977年9月28日、シーズン終了まで2試合を残して監督を解任された。当時愛人関係にあった幸男さんのチーム、選手への口出し及び度重なる公私混同が理由である。幸男さんは大阪球場に電話をかけてきて、なんであんな選手を使ってるの、コーチを出しなさいなどと怒鳴り、選手起用が悪いからバッティングコーチを電話口に呼び出せなどという暴走っぷりで、選手たちも偉いこと言うおばはんやな、公私混同で引っかき回さないでくれやとうんざりしていたらしい。選手会は野村監督に忠告しようと決議したが、ベテランは尻込みし、中堅選手も次々に腰が引けたため、結局江本、西岡、藤原の3人が野村に直談判し聞き入れた。しかしオフに江本、西岡は見せしめのようにトレード放出されたとのこと。監督を解任通告された後、しばらくしてから記者会見を開いた。会見の冒頭で、私は鶴岡元老にぶっ飛ばされた、スポーツの世界に政治があるとは思わなかったと切り出し、自分が解任されたのは球団 OB であり恩師であった鶴岡和人による介入だと主張した模様。
幸男さんをコーチ会議に出した覚えもないし、それほど常識のない女とも思っていないと発言し、球団が自身を解任した理由には正当性がないと主張。鶴岡は野村の主張は事実無根であると南海に対し抗議し、南海も野村に対して発言を撤回するよう訓告文を送付する泥沼化したとのこと。母子家庭に育ったこともあり、身内への情が深く、南海兼任監督時代には選手や裏方のことを常に気にかけていた。猛打賞などでもらったアンダーシャツやソックスなどを段ボールに山ほど積んで、選手や打撃投手、ブルペン捕手によく配り、スーツもよく裏方スタッフに譲っていたとのこと。南海には謝罪をして和解したが、選手としての活躍の場を求めてロッテに移籍し、その後は西武へ。1980年9月28日の阪急 VS 西武戦で生涯唯一となる代打を送られる。結局自分の代打がショートゴロ併殺打に倒れ、その瞬間ざまあみろと思ったことで、自分の気持ちが勝利を目指すチームとは逆の方向に向いてしまったことを悔い、引退を決めたらしい。打席時に着用したヘルメットは南海時代から引退まで塗装を変えながら使用し続けた。そのヘルメットは引退後西武球団に保管されていたが、5年後になんと清原和博に引き継がれて、清原は引退するまで色を塗り替えて使い続けていたとのこと。引退後は解説者として活躍し、ヤクルトや阪神、楽天の監督となる。ヤクルトでは ID 野球で名将としての地位を確立させるも、最後は球団との関係が悪化し、全く縁もゆかりもないヤクルトの監督をやるつもりはなく、当初は断ったが渋々同意してしまったと晩年には漏らすほどになってしまったらしい。阪神監督時代はチームがどん底であったため、神様のような待遇で迎え入れられるも最下位は変わらず。しかし新庄剛志の投手兼任プランや、遠山の松井秀喜キラーとしての再生、遠山と葛西の通称遠山葛西スペシャルなど話題を集める起用をするなど、阪神ファンにはノムさんだから弱くても楽しかったと未だに語られる存在とのこと。なったりしますよね。そうですか。1999年、当時の阪神の主力投手であったダレル・メイが審判への暴力行為による謹慎期間中に恋人とグアム旅行に行っていたことが発覚し、野村と対立することに。メイは、あの監督は勝てば自分の手柄、負ければ選手の責任と方言し、文書で野村批判のビラを自ら配るなどの騒ぎを起こし解雇となったらしい。2001年オフに幸男夫人が脱税容疑で東京地検特捜部に逮捕されたことで監督を辞任。なお著書「女房はドーベルマン」によると、野村は幸男が逮捕されるまで脱税行為をしているとは知らなかったと記載しているらしい。2005年に70代で楽天の監督としてプロ野球界に復帰。監督就任に際し、野村は、このおじいちゃんに監督の要請が来ること自体プロ野球に後継者が育っていないことを意味しているとコメントし、毒舌健在をアピール。ホームでは毎試合終了後に記者の囲み取材に応じており、テレビのスポーツニュースでは野村の試合後のコメントが伝えられ、人気を集めたとのこと。特に田中将大が登板した日のコメントは、マー君神の子不思議な子や不思議の国のマー君などと残しており、スポーツ紙などでは名物コーナーとして野村語録が常設されるようになったらしい。マー君神の子不思議な子。2017年の幸男夫人が亡くなった際には、憔悴した表情でインタビューに答える姿が見られ、野村にとってどれだけ大事な存在であったかを伺わせた。日本でも代表的な共済家と思われていた野村だが、彼の語録に「俺も支配下選手だからな」というセリフがあるほどであった模様。幼少時代からの極貧生活の反動で、一流選手になってからは金遣いが非常に荒かった。超一流ブランドの衣服、時計、装飾品を毎週のように買い込み、スーツは250着、ネクタイはその倍を言っていたという。前妻の元を離れ、幸男夫人と同居する時もトラックに衣服を詰め込んでやってきたらしい。幸男夫人と再婚してからは全ての現貯金を管理されることとなり、現金ではなくクレジットカードだけ持たされていた。仕組みもわからない状態だったため、店の店員にサインしてと言われて言葉巧みに買い物をさせられており、カードを見せてサインしただけでなんで商品をくれるんだろうと思っていたとのこと。クレジット明細が幸男夫人の元に届くことを知らず、いつどこで何をいくら買ったかが全てバレてしまい、夫人から追及され、俺の後をつけてきてるやろ、いやらしい女やなと言ったらしい。キャッシュカードで現金を引き出す際に暗証番号が必要であることも知らず、選手がやるとお金がジャージャー出てくるのに自分がやるとなぜできないのか不思議だったと語っていたとのこと。縁起を担いでおり、勝ち続けた日は下着を変えない。神宮球場までそこを通ると勝つ確率が高いルートを多少遠回りになっても通うなど徹底しており、遠征先でもバスやタクシーの運転手に命じてまで実行させていた模様。現役を引退してからは金輪際体を酷使することはしないことを誓ったため、一切運動はしていない。その理由として、亀やワニが長生きするのは動かないからということを真似たことだと語っており、健康かつ長生きする秘訣と考えていたとのこと。ということで、今回は野村克也にまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントをぜひともよろしくお願いします。
それでは